その弾き方はもう本当にいろんな形があるんですね。人の味覚なんてそんなもんないよね。ちょっとこう渋みがあるというか、こんな感じですね。もうこちらのワインはね、フランス料理の巨匠、三國清美シェフも認めてらっしゃって、まあ、これのお店でも飲めるんだそうで、まあ、見たさの自慢の味になってるんですよね。本当に皆さん、ありがとうございました。お世話になりました。私、私の鍵です。はい、東北の拠点、名寄市です。伺ったのは7月、ひまわり畑が待つ鍵の名所、綺麗だ。明るく元気な皆さんのイメージですよ。突然ですが、私、臨時